はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋水野でございます。はい、ポケットモンスター2019の、第8話の感想になります。第7話予定先に言いますが、うん、いい回だった。うん、で第8話です。今回は新王の回ですね。あのピカチュウでね、ポッチャンがね流れ着いてるところを発見したサトシたち、そして行ってみたら新王だったっていう話でした。いやー、面白いのはいいんだけどね、あのサトシくんいつゲットすんのって思いましたけどね。あれどうもあれや、数匹ゲットするか、もしかゲットしないんじゃないのっていう言い方してきて、もしかしたらゲットはどうなんだろうね。じゃないと、ね、対戦の時どうなのかなって疑問系に思ったら、ということで、ポケットモンスター2019の8話の感想は以上でございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。